お、ディーク来たよ。おかえりなさい。保護した動物を新しい家に案内しましょう。うん。しかし、うん、ここは狭すぎて出せません。あ、狭いの？広いけどな。動物たちが過ごす姿を想像してください。あ、これではダメです。確かに動物から見ると狭いか。動物に必要なものを意識すれば部屋が用意してくれるはずです。部屋が？ちょっと広い土地を想像しよう。えのまる、え、一体何を思い浮かべたんですか？これ何？お、え、すごい。わ、すごい、木が生えてる。やりましたね。あ、やったって何を？わかりませんが、確かめる方法は一つです。あ、入り口、うわ。準備ができたら中に来てください。すごい、外だ。ディーク見て、これちょっと入ってみるか。うわ、すごい。部屋なのに外だ、これ。見てください。すごいですよ。すごいね。ディーク、ここはどこ？うわ、滝まであるよ。動物が暮らす場所。自然動物園みたいなものですね。自然動物園。ここなら動物たちも快適でしょう。うん。健康で安全に暮らせそうです。動物を放しますか？新しい家を見せてあげましょう。やりたい。動物を管理、はい。追加するには動物を選択。あ、じゃあこの白い毛の子と、どっちの子にしよっか。じゃあこのオスの子とこの白黒の子にしてあげよっか。おお、わお、かわいい。おお、羽ばたいてる。美しいね。動物たちにとって飼育場は素敵な新居になります、うん、だね。全部入れておけるスペースがあるといいけど。ディークもそう願います。しかしもし部屋がいっぱいになれば、ブルード&ペックのペック夫人が安全な家を探してくれるでしょう。部屋に入れられない動物っている？夫人はお世話が必要な動物を助けることで有名です。相談すれば買い取ってくれるでしょう。いや、買い、お世話といえば、取っちゃったら密猟者と一緒じゃないの？よく手入れされた動物は貴重な魔法素材を落とすことがあります、うんうん、パフスケインの毛などですね。毛繕いとかしたらってこと？動物から魔法素材を手に入れられたら、ディークが使い方を教えましょう。わ、はい、かった。何か手に入れたら教えるよ。疲労、あ、ムーンストーンとかあるじゃん、ここ。すごいな。よし、毛繕いしてあげようね。よ、お世話をできる。名前変えられるじゃん、この子。召喚って何？名前変えられるんだ、みんなのこと。ちょっとまた今度やるわ。うん。よ、ほい。ブラシやってあげようね。わ、かわいい。お目目でっか。ほら。ご飯もお食べ？あ、毛取れる。よしよし。こうやって材料集めれるよってことか。なるほどな。じゃ、ちょっと、この子にも。ほら。ほら。ご飯お食べ？よいしょ、おお、食べてる食べてる。いいね。お、さっき捕まえた子たちみんな入れてみた。かわいい。よいしょ。ちょっと大きさとかもやっぱ違うんだな、一匹ずつ。面白いな。ほら、ご飯お食べ。あ、隣の子にあげてた。あー、ごめん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 。よいしょ。ほら、ご飯だよ。ごめんね。ごめんね、怖がらせちゃって。よいしょ。綺麗だな、この子、色が。かわいい。
なんかちょっとやっぱファービーに似てるね、パフスケイン雰囲気がね。あ、でも飛び跳ねてる、みんな楽しそうだわ。よいしょ。みんなが怖くないんだったらよかった、ここが。いや、かわいい。ほら、ご飯も食べ。どうぞ。わ、かわいい。いいなぁ。なんか毛の色がなんか紫なんか、この子。かわいいなぁ。頭のところのおけけがね。よいしょ、ディーク。リーク、魔法素材を集めた、うん、集めた。これでリークが使い方をお見せできます。まずはこの呪文クラフトを使います。魔法の食器を召喚するのです。食器？魔法の食器？そうです。それを使えば魔法素材によって糸の一本一本にまで魔法を編み込み、服は様々な面で一層便利になります。あ、服を強化できるってこと？早速試されますか。食器の素晴らしさにきっと感心するでしょう。わかった、ちょっと実験してみる。おう、コレクションを追加したって書いてある。ちょっと待って、ここにこれで、あ、やっぱなんか足せるんだ、ここすごい。こっちにも物置けるんだ。うん、あ、いろいろ置けるわ。ちょっとこれもまた今度やろっか。うわー、すごい。ちょっと待ってね。あ、餌やり、これだけ置いとこうか。どうしよう、この辺に餌やり置いとこうか。よし、ここに餌やり置いといて。おお、こんな感じなんだ、餌で自動でこうやってみんなが食べるってことね。で、おもちゃもじゃあこの辺に置いとこうか、隣らへんに。すごい、このゲーム。みんな餌食べるとこ見れないのかな、別に。あ、食べてるわ。自動でこうやって食べれるんだ。え、補充されるんだ、すごー。ちなみにこれは何が入ってんだろう、おもちゃ。あ、サッカーボール、骨のボール、金のボール。あ、アナックさん、パフスケイン。あ、これちょっとじゃあ出してあげようか。ほら、アナクソだよ。ほら、パフスケイン、どうだい？あ、来た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 、早速。遊んでる遊んでる。かわいいね。こうやってみんながのびのびと遊ぶんだな、多分。転がりながら、アナクソ追いかけてる。なんか、ボールから汚い汁が飛び散ってるように見えるけど、気のせいだと思い込もう。これまだこっちの部屋何もしてないのがみんなにバレるな。デュークどこだ？あ、いたいた。あ、待って、これ出すのか。じゃあこっちに出そっか。で、これで、これ食器。あ、結構大きいんだな。色はブルーにしとこっか。よし、呼び出そう。いいね。これ何？ちょっとこれ何？これこれ何？うわ、何これ、かわいい。ちょっとなんかわかんないけど、これもついでに出しとこう。よし、なんかいろいろ出してみたからやってみるか。食器、おう、データから一つ付与される。攻撃か防御が上がるってことか。うーん、アップグレードしてみるか。じゃ あ防御力が上がんだ。すごい、ちょっとやってみよう。すごい。あ、こうやっていろいろできんのか。ダメージが増加するやつやってみるか。
パフスケイの毛をじゃあ折り込みます。おお、こういう感じでうまくいった。うん、ディークに見せよう。見せようね。で、見て見て、これ前ゲットした着物なんだけど可愛くない？魔法の食器を使ったよ、うん、素晴らしい。食器を使えばもっと強力な魔法を服に織り込むことができるかな。はい、強力な動物を救えばできますよ。強力な動物か。今は飼育場を探索し、すでに救った動物たちと仲良くなることをおすすめします、うん、食器はどんな衣類にも使える？食器は衣類なら何でも強くできるの？この食器が強化できる服は種類が限られます。あ、限られてんだ。冒険を続けるうちにより貴重な服が見つかるでしょう、うん、それからホグズミードには強化可能な服を幅広く取り扱う店がいくつかございます。分かった、ありがとう。いろいろありがとう、ディーク。なるほどな。ちょっとみんなに向こうの部屋見せようかな。ここ全然やってないんですけど、よいしょ。ちょっとこっちのね、二つ目のお部屋みんなにちょっと見せようと思います。こんな感じでね、ピンクを基調とした部屋にしたんですよ、こちら側は。どうですか？で、植物をね、この辺で育てております。マンドレイクとかね。結構可愛く仕上げておりますよ。ただ、あんまり家具がなくてまだ。置けるものが少ないので、いろいろ探索したりとかしてね、多分集めていくんだと思います。こっちの仕切りの向こう側は椅子とか机とか置いてちょっといい感じにしようかなと思ってるスペースです、まだ。こっからね、こっから何か置こうと思います。よいしょ。もう部屋って増えないのかな、どうなんだろう。多分ここがセバスチャンの過ごしてきた村かなんかだと思うんだけど、ちょっとお店があるからお話ししてみよう。どうも、はじめまして。どうも。ああ、いらっしゃい。私はバーナード・インディアイ。うちの店に何か用かい？村落のこと教えてください。フェルドクロフトで起きてることに興味があって、うん、何かご存知ですか？棍棒使いのベルグラフという厄介なゴブリンがいてね。ゴブリンがまたここにもいるんだ。みんなそいつに苦しめられてるんだ。この村はゴブリンの国と隣接してるんだが。あ、そうなんだ。これまでは何事もなくやってきた。だが最近はきな臭くてね。ベルグラフの一味は乱禄と通じてるという話もある。また乱禄ですか。真偽のほどはわからないけどね、いずれにせよゴブリンがちょっかい出してくるせいで商売も上がったりだ。みんな不安に思ってる。深刻な状況だよ。そら辛いな。ここは何売ってるんだろう。売り物は何です？うちでは動物の副産物を扱っているんだ。地方じゃ一番の品揃えだよ、嘘だと思うなら手に取ってみるといい。いつか君も買いに来るよ。みんなそうなんだ。そっか。あなたのこと教えてください。どうしてフェルドクロフトでお店を？美しいところだと思わないかい？私が選んだんじゃなく、この村が私を選んだのさ。ここは私が生まれ育った故郷だからね。故郷なんだ。店について言えば、私は仕事にも選ばれたと言えるだろうな。昔から動物に関わるのが好きでね、双子の娘たちも同じなんだ。双子さんがいるの？いつかあの子たちが店を継いでもおかしくないよ。じゃあ商品見ようかな。売り物は何ですか？今日は何を買いに来たんだね。あ、毛か。なるほどね。まあ確かにいつか来るかもしんないね、この感じだと。繰り返しになるかもしれんが、いつでもやってくれ、はい。セバスチャン、こういうとこで過ごしてきたんだ。ちょっとまだ村の中うろうろしよう。レベリオ。あ、井戸がある。井戸だ。フィールドガイドのページ。フェルドクラフトの井戸。クロフトか。400年ほど前の大干ばつで枯れた、なんだっけ、ペンシーブで見たときに、パーシバルさんが、ラッカム先生が、あれしてたやつ？
親切な魔法使いの一団が見たこともない強力な魔法を使って、この地域に水を取り戻すと全員が助かったらしい。あ、そうなんだ。じゃあ、セバスの故郷の話だったんだ、あれ。面白いな。繋がってるんだね、誰かとこうやって見てみると。来たな。来たよ。眺めはどう？周りに目を光らせてる。フェルドクロフトは変わったからな。ランロクの信奉者があの、ルックウッド城に興味を持ってから誰も安心できなくなった。叔父のソロモンは元闇払いなのに調べようともしない。闇払いなんだ。奴らの一人がアンを呪っててもな、きっと杖を使ったんだ。ゴブリンが魔法族のことを杖持ちって言ってた。言ってたね。そういえば、ゴブリンは杖の所持を禁じられてるの？そうだ。だから答えを探してる。アンを治すならあの子に何があったかを理解しないと。三人のうち一番のいたずらっ子はアンだ。僕らを知ってるならよっぽどだってわかるだろ。元気になって、まあ確かにね、元のアンに戻ってほしい。新しいホグワーツの友達との出会いがきっかけになったら、行こう。叔父の家に案内する。わかった。こっち。こっちついていけばいいの？あ、アンちゃん治るといいけどね。よいしょ。フェルドクロフトはいい場所だったのに。素敵なとこね。ここでも南の連中がずっとうろついてるから、みんな隠れてるんだ。ゴブリンのお家っていうか、なんか近いんだってね、国が。ここからさっき聞いたよ。ここだ。あ、ここ。アンは中にいるはずだ。じゃあ入ろうか。つれい、お邪魔します。あ、この子がアンちゃん？わ、セバスチャン、一体どこへ？それ、もしかして…おい、言っただろ、おい。忍び一軸じゃ呪いは解けん。方法はない。そんなにやばいやつなの？早く現実を受け入れるか。わ、消さなくてもいいじゃん。まだ試してないことだってある。いいか、治療法はない。何度言えばわかるんだ。嘘だ。僕は絶対諦めない。アンちゃん苦しそうだよ。これで分かったろ。いや、二人が怒鳴り合ってるからだろ。出ていけ。いや、追い出さなくてもいいでしょう。見せるつもりじゃなかった。悪いが、少し一人にしてくれ。あ、一人になりたいの？いや、いいけど。かわいそうなセバスチャン、こんなことになって。まあでも、アンちゃんのために何かしてあげたいってだけだもんね、多分セバスは。ああ、アンとソロモンに話しかける。え、また入るの、ここに。すごい勇気だな、犬丸。よいしょ。さっきはごめんなさい。あ、いいえ、全然。我慢できない痛みに襲われてしまうの。我慢できないぐらい痛いの？それはちょっときついな。こんなお部屋に住んでんだね、今。あ、なんかある。セバスチャン・サロが双子のアンに宛てた手紙。アンへ、アンのいないホグワーツは何かが違う。シャープ先生は相変わらずムカつくけど。ほら。言いたいことはわかるだろ。具合が良くなるといいな、セバスチャン。大好きなんだな、アンちゃんのこと。いや、これはなんかね、力になってあげられるなら、なってあげたいけどな。アンちゃんがセバスチャンに宛てた手紙。セバスチャン、これは私の魔法薬キットよ。お兄ちゃんのじゃない。私のものを勝手に触らないで。怒られてる。あ、これ？かわいいね。双子だからすごい、あれなんだろうな。以心伝心って感じだったんだろうな。大丈夫？邪魔する気はなかったんだけど。全然、邪魔なんかじゃないわ。それに大丈夫。呪いから来る痛みの発作よ。呪いか。大抵前触れもなく起きてしまうの。誰のせいでもないわ。挨拶がまだだったね。はじめまして。新しい5年生ってあなたよね。セバスチャンとは闇の魔術に対する防衛術でちょっとやり合ってね。ああ、ヘキャット先生、強大な魔女よね。兄や私のような生徒の扱い方もよくご存知よ。いい子そうだけどな。フェルドクロフトもいいんだけど、少し寂しくてね。城のゴブリンとか、セバスチャンと喧嘩ばかりするおじさんのせいで、
居心地のいい場所じゃなくなったわ。だろうな、さっきの見てるとな。元闇払いなのに蘭禄の信奉者を追わないおじさんのことセバスチャンが何か言ってたな。正直言って彼があんなに怒るなんて意外だった。おじさんは苛立ってる。うん、私の身に起きたこととセバスチャンがそれを直せると思ってることに。二人とも悪気がないのは分かってる。でも正しいのはおじさんの方。そうなの？この呪いは解けない。そう感じるの。私の痛みはセバスチャンには消せない。それを分かってもらうために力を貸して。いや、力を貸すのはいいけど、どう多分ね、セバスチャンのあの感じからすると言うこと聞かないと思うけどな。やっては見るよ。ただアンちゃんが、そのセバスチャンがやってるのがあんまり、なんだろう、嬉しくないんだったら、私はアンちゃんの方を手伝ってあげたいなって思う。精一杯やってみる。うん、このことはきっとセバスチャンと話すよ。うん、ありがとう。残念だけど治療法は見つからないから、うん、疲れてきたから少し休むね。ああ、分かったよ。寄ってくれてありがとう。いいえ。でもあんちゃん、さよなら。あ、さよなら。あんちゃん本当に顔色が悪いな。あー、なんだろう、私こういう時基本的になんか力になってあげたいっていう気持ちはめっちゃわかるんだけど、そのやられる側の人間がそれを望んでないのに自分の意見を突き通すのはあまりにもちょっと違うのではと思っちゃうところもあるな。これはちょっとセバスチャンにはごめんけど。あ、いたいた。まったくあいつはいつもいつも。おじさん。あの、サロウさん。ああ、君か。うん、セバスチャンの友人だね。うん、老いに代わってお詫びしよう。あれはやめ時を分かっていないんだ。アンの様子を見に行くところだったんだ。君は寮から来たね。どうだった？大丈夫です。一眠りするって言ってました。うん、お休みするらしい。あの針は何もしてやれん。そうなの？何かあるんだったら地下になりたいけど、でも本人がそう言ってんだ。お気の毒です。も言いにくいな。でもちょっとこっち選んどくか。看護師のブレイニーさんや聖マンゴー病院も全部当たってもダメだったそうですね。うん、病院でもダメだったんだもんな。ああ、おいは医者よりも自分の方が詳しいと思ってる。医者は全てを知ってるわけじゃないですよ。まあそれもそうだけど、セバスチャンは妹を救うために全力で取り組んでます。治療法が存在するなら絶対に見つけるはずです。君はセバスチャンを買いかぶりすぎだ。案にかけられたのは何らかの闇の魔術。闇の魔術か。それについてゴブリンどもが詳しく説明してくれると思うかね。あの子に希望を見せるのは酷だよ。できるのは案が心地よく信奉者たちと関わらずに過ごせるようにすること。アンちゃんのために行動してんのか。わか、希望はあってもいい気もするけど、でもなんかその本当に何にもならなかった時がきついのはわかる。これにはちょっと同意しちゃうかも。ならいいんだ。理解はできるけどね。言うこと聞くかは、この私が一番別問題だけど。あの頑固な兄の子供だからね。特にセバスチャンは、うん、力になりたいと思うなら、お兄さんもがすごいんだ。そもそもやらねばならんことをやるよう仕向けてくれ。やめないと大変なことになるのが分かってないんだ。私の言葉を覚えておきたまえ。ごきげんよう。ごきげんよう。セバスチャンのことを確かめないと。今のとこまだなんともなってないから、セバスチャンの、なんだろう、力になってあげたい気持ちもあるけどね、今のとこね。よいしょ。どうして言うことを聞いてくれないんだ。僕の妹だぞ。セバスチャン、調子はどう？見ての通り、これが僕の状況だ。うん、ああいう人で悪いな。いやいやいや、彼は正しいことやろうとして、まああれもまた彼の正しさよね。別に間違ってはないと思うよ。確かに怒ってたけど、アンにとって一番いいことをやろうとしてるだけだよ。うん、それは間違ってないよ。いつも怒ってるさ。僕の両親が死んでからずっと怒ってる。アンが怪我してからひどくなった。まるで僕のせいさ。いつも僕を父の息子って呼ぶ。侮辱としてな。僕は助けようとしてるんだ。侮辱してるのかな。あいつが諦めても。アンとおじさんはでも難しいな。もうできることはないって納得してるみたいだけど。信じない。アンの痛みは体だけのものじゃない。あの子を丸ごと変えてしまったんだから。妹に会いたい。絶対取り戻してやる。来な、どこで起きたか見せないと。あ、アンちゃんが呪いかけられた場所ってこと？南国の信奉者にはみんなが思う以上の力がある。
見くびると痛い目に遭うぜ。うん、いや行くのはいいけど。はい、じゃあバス来たよ。今から見るだろう瓦礫は、全てあの廃墟から来てる。瓦礫？奴らは何かを求めてる。よいしょ。どれ？瓦礫って。あそこ。あの高台。うん。アンが呪われた場所だ。あ、そうなの？行こう。うん、行くのは全然いいんだけど。なんか暗い気持ちになってきちゃったな。あとどれくらい瓦礫を漁らなきゃダメなんだ。乱禄は抜けるんだ。なんかゴブリンいる。作戦に関われてよかった。マジこれ戦うのセバス。じゃあちょっとあの一掃するよ。に行って予想以上の数だったよ。いやびっくりした。警告しようとした。いやまあでもしょうがない。こんなとこでじゃあアンちゃん襲われたってこと？怖いね。あセバス？あ瓦礫ってこれ？あいつらには当然の報いだね。本当にそうだ。ここが現場だ。夜中に煙の匂いがした。うん。外を見たら。館から炎が舞い上がってた。アンは止める間もなく飛び出していった。炎に向かって。誰かが怪我するかもしれないってさ。で必死に炎を踏み消そうとしてるゴブリンの群れにばったり出くわした。その時煙の中からいてつく声がした。子供は単なる未熟な生き物だ。そして目もくらむような爆発が起きた。逃げるチャンスさえ与えてもらえなかった。何か隠そうとしてた。その線はどうだろう。子供が一人うろついてただけなのに随分乱暴なやり方だよね。何を隠そうとしたんだろう。全く同じ意見だ。うん、ビリー・ウィグをつかむような話だけど、アンを呪った犯人の手がかりがここにある気がしてならないんだ。探すか。アンを傷つけた魔法を調べる唯一の方法かもしれない。治療法もそうかもしれない。信奉者はどこにでもいるけどこの辺は特に多い気がするよ。何か隠してるってことなのかな。そうだ、ルックウッド城でもな。周りを見てみようか。何らかの理由があってここで野営したみたいだ。何でもできる駐屯地がある。レベリオ。じゃあちょっと探してみるよ。これ何？こういうゴブリンの発掘現場があちこち現れてるって。発掘現場なんだ。うん、魔法省はどうして何もしないんだろう。うん、乱禄の信奉者はいつだって戦闘態勢だね。うん、そうだね。これはなんだ。誰の家だったの。僕が住んでた頃は放置されてた。うん、何世紀も前にホグワーツの教授が住んでたらしいけどそれしか聞いたことない。うん、行って家そのものを調べた方がいいかも。家そのもの。おセバス、ここか。お家、なんか絵があるけど。セバスちゃん、こっち。アンが呪われた夜に起きた火事でできた跡だと思う？かもしれない。でもこれは意図的なもののように見えるね。これは井戸？なんだか見覚えのある井戸だな。ああ、あのペンシーブで覗いたやつか。これってこと？正式に。セバスチャン、この家と井戸、景色、前にも見たことがあるよ。何？いつの話？ちょっと待って、少ししたら説明するから。あ、やっぱ私があの村見てた時に言ってた編集部で見たやつで間違いないんだ、この感じだと。セバス。セバスちゃん、この家はホグワーツの先生のものだったんだよ。うん、数百年も昔の。誰？どういう意味？あの日金書の棚でペンシーブを見つけたんだ。うん、この家を映し出す記憶が見えた。
小さな女の子がいて、そして干ばつが。守護者は他の記憶も見せてくれた。女の子はホグワーツの教授になったんだ、うんうんうん、名前はイシドーラ・モーガナーク。イシドーラちゃんね。守護者の一人だった。守護者、クディッチのみたいな。図書館でペンシーブも見つけた話についていけないぜ。これは把握するのが大変かも。自分でも全部理解できてるか自信ない、うん、あとクィディッチとは違う。あの人たちが守護者を名乗るのはグリンゴッツの金庫と関係のある知識を守ってるからなんだ。整理するぞ。君はポートキーでグリンゴッツに飛ばされて、そこで見つけた何かのせいでランロクとルックウッドに追われてる、うん、ランロクが使いこなそうとしてる古代魔術の痕跡が見える、うん、で今度は守護者が残した記憶を見るようになったって、うん、ああこの家は数百年前に守護者とやらだったホグワーツの先生が所有してたのか。君を知らなかったらからかわれてると思うね。そんな言い方をするってことはまあ、ね、ちょっと手に余ると思ってる。でもこの家は絶対に調べるべきだ。そうだね、調べた方がいいね。私とあなたそれぞれが知りたいことの答えを得るためにね、うん、これを見るんだ。ん、どれ。誰かがわざとここに積んだんだね。何かを塞いでるのかな。あ、これ確かめる方法は一つ。これデパルソしてみたよ。よいしょ。階段か。下に行けんだこれ。レベリオ。マジ、なんかドキドキしてきたねセバス。行こっか。わあ、なぜ階段を塞ぐんだ。わかんない。調べる価値のあるものがあるかもしれない。価値のあるもの。そこら中散らかしたままだ。もっと大きな何かを追ってるみたいだな。あ、なんか手紙。イシドーラ・モーガナークの日記。野営地に来てから2週間、患者が毎日増えている。マグルの医者、そして私たちの方も患者が、ん、ああ、精一杯尽くしてる。疫病を生き延びた人たちは失ったもののせいで永遠に癒えない傷を負ってしまった。ああ、お父さんみたいなこと言ってんのかな。熱はいずれ下がるし、肌の傷もいずれ治って塞がるけど、絶望的な悲しみはずっと残ってしまう。父によく似た男の子が子供を亡くしていた。あ、男がか私は耐えられなかった。少しだけでも心を楽にしてあげたかった。周りの人たちは間違っていると思うようになってきた。まあ、危ないことしようとしてるから止められるけど、みんなの方が間違ってるって思うようになってきたってことね。助けないという選択の身勝手さか。イシドーラの日記の一部だ。すげえセバスに似てるな。持っておこう。辛くなってきた。私は学ぶためにここに来た。でも手を差し伸べたくて仕方ない。みんな癒したがっているのに自分が止めてるみたい。あの男が今日野営地から去るのを見かけた。あまりにも父に似ていた男。助けてもいいのでは。もちろん研究を続けてもいいのだけど、自分の力をいいことのために使えば思いがけない成果が出るはず。イシドーラが旅の途中に書いた日記の一部みたい。一部みたいだったね。ここ入れるじゃんこっちに行くのか。レベリオ。え、何これ、鏡。信じられないよ、地下聖堂が見える。地下聖堂。あ、本当だ。白チュームが。僕にも同じことが起きた。あ、そうなの。変に聞こえるだろうけど、実は君の言葉はもう少しも不可解じゃない。だよね。この壁を通して地下聖堂が見えるんだ、うん、まるで窓みたいに。前にもあったんだけど。聞かせて。古代魔術の痕跡を見る力と関係あると思う。でも詳しいことはわからないし、その魔法は使えないって言ってたよな。そう、どういうことかは今もわからないよ。分かってるのはこの能力で今見えてる窓を通じて移動できるってことだけ。あ、そうだね。じゃあここから直に地下聖堂まで行けるのか。うん。オミニスがひっくり返るな。うん、でもこのことは当分誰にも言わない方がいいと思う。オミニスも含めて。わかったよ。ってことは不可視で秘密の古代魔術の通路ってことだ。行こう。うん、なんだか息を止めたくなるな息止めたくなるの。
じゃあちょっと地下制度に戻ろっか。よいしょ、入ろう。おう、なんでこんなところに。セバスチャン見て。お、なになに。おお、大きいねこれ。なんだ、なんか書かれてあるよ。なぜここに3万円を。あ、これ絵なの。何か足りない気がする。メモだ、見てみよう。何か足りないとは。ルーンの図、ちょっと何書いてあるか分かんないね、さすがに。いいこと書いてあるか。ルーン文字、うん、守護者が似たような記号を使ってたな。ずっと考えてた。何世紀も前に寮にいた守護者やランロクたちがあそこを探ってたこと、うん、ゴブリンがある種の古代魔術を使えるって言ったよな。アンはそれに呪われたのか。はっきりとは言えないけど違うと思う。アンの周りにはその痕跡は全然なかった。確かになかったね。なるほどね。でも古代魔術じゃないってことにはならないよな。僕たちには分かってないことがまだまだ多い。そうだね、サマイエが答えに導いてくれるかも。それで全ての真相がわかるかもな。でも今はオミニスに会わないと。何も話さないから心配するな。そういえばどうやらサラザール・スリザリンはホグワーツに秘密の書斎を持ってたみたいだ。うん、うん、調べる価値はありそうだね。城のどこかわかる。オミニスが知ってるとは思えない。何かわかったら知らせるよ。僕たちがアンに会いに行くことがこんな結果になるとはな。うん、混乱してるよ。でも君がしたことを隠さず話してくれて嬉しいぜ。あ、いいえ、それは全然いいんだけど。また連絡する。うん、じゃあな。分かった。なんかセバスのストーリー辛くなりそうな予感がひしひしとしてんだけど。後々にこの絵を探したりとかすんのかな。この感じだとオミニス君がまたなんか怒りそうだな。森に通じる城の廃墟のそばで待ってる。うん、誰にも内緒で暗くなってから来て。うん。